モッズ、パンク、ヘビメタ、音楽は常にファッションと密接な関係にある。流行り廃りもある。そして世の中にあふれるほとんどの音楽とファッションはオリジナルがあり、発祥の国がある。では日本初のファッションと音楽が融合したものは何か。マイナーな地場に根付く民謡などを省いてはビジュアルロックの他にはない。もちろんビジュアルロックは音楽性、思考やファッションも含めてかなり幅が広い。もともとはダークで破壊的、センシティブでネガティブなことを歌うものが多かった。それはファッションとともに海外にも波及していった。当時はヘビメタやパンクがミックスした流れもあり、攻撃的なビジュアルロックが多かったが、僕は違う切り口を模索した。いわゆるヘッドバンキングではないステージング、自作の物語をステージで表現することを中心とした。